さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は珍しくリビングルームで動画を撮ります。で、今日紹介するものはセブンイレブンで買ってきたグミです。それはこちらです。ガミウォーターメロンリングの紹介です。ウォーターメロンリンググミですね。指輪の形をしたスイカのグミですね。セブンイレブンです。セブンイレブンセレクトって書いてありますね。1ドル10セントぐらいしましたね。日本円で120円ぐらいです。 Natural and Artificial Flavors。 ナチュラルな味と人工的な味が入っていますね。で、後ろはこういう感じです。Watermelon rings are soft and sugary sweet with wonderful watermelon flavor in every ring って書いてあります。柔らかくて甘くて美味しいスイカの味が入っているって書いてありますね。ピーチリングスにちょっと似ていますね。色が違うだけです。で、ピーチリングよりはちょっと小さい感じがしますね。柔らかいです。スイカの香りがすごくいいですね。いただきます。ジューシーで美味しいですね。スイカの味は人工的な味ですけど美味しいです。かなり甘いですね。で、歯ごたえがすごく柔らかいですね。ピーチリングスとかは歯ごたえがねちょっと硬かったんですよね。こっちの方がねもうちょっとねもっちりしてて結構いいですね。で、最初から最後までスイカの味がちゃんと入っていますね。変な後味とか苦い味とかそういうのはね全くないです。食べた後でもスイカの味が口の中で広がっていますね。で、このグミ口の中に入れると溶けるような感じでなくなっていきますね。結構スムーズな感じがします。点数は100点満点ですね。間違いなく100点満点です。味も美味しいですけど、僕はねやっぱり歯ごたえの方がね結構好きでした。で、あともうちょっとそのままのスイカの味を入れてほしいんですけど、美味しかったのでそちらはねパスします。安いし美味しいしまた買いたいグミですね。皆さんもアメリカとかに来てセブンイレブンでこのグミを見つけたら食べてみてください。美味しいです。スイカ好きな人にはねたまりません。ガミウォーターメロンリングスの紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあ、ね。